約束違反のことばっかりで、どうでもいいものになってしまったので、こんなの今、勉強して、絶対にテストでは出ないはず、嘘つき選民主党みたいになっちゃってるから、これは何て言う？今、盛んに言われてる？日本語で言うと、外国語で言うと、まあ、よく分かった、はい、テスト。まあ、日本語で言うと、政権公約。政権を取ったらこんなことを約束するってことを約束します。ね、中学生に質問しても嘘つき約束だっていうふうに言ったらマニフェストで出るぐらいになってしまったという最低なことになっているものですけど、一応政権公約。これでとりあえず今日やる問題演習の政治的分野の 2つやるうちの1つが出てもらいました。ですので、次回は、もう1つ目2項目ですよね、プリントの7から12までものをやって政治的分野が終わりになります。それでは今日の授業を終わりにします。お疲れ様でした。ありがとうございました。